か一日がすっごく長く感じたんだけど。わかるわかる、でもまだ一日終わってないんだよね。その通りですよ、かな。この1回戦はいい意味でも悪い意味でも課題がはっきりしましたからね。試合後にしっかり復習しますよ。明日じゃダメなの。かな、あなただけですよ。負けたの。それは次元支配が想定より扱えてないからです。威力を高めるだけが能力の主要ではありません。むしろ威力を必要最小限に抑えるのも必要な技術なんですよ。ものすごい威力でズバーンってした方が楽じゃない？それで済まないから言ってるんですよ。私は逆に威力が欲しい。焼きか蓬莱、じゃ火力不足だよ。そうですね、白の焼きか蓬莱は本来すべてが効果力と術者負担が激しい時空支配の能力を私が白でも低負担で扱えるレベルまで調整した技ですからね。逆に白は時空支配の威力や効果を上げる調整です。2回戦から最悪、焼きか蓬莱の制限をしててもらいます。時間かかりそうだし頑張るよ。相変わらず頑張り屋だね、白は、応援するよ。そういうことじゃないですよ、あなたもですよ、ソフィア。うわーん。それでは少し休憩したら訓練場で訓練しててください。私はご主人と話をしてから行きますので。結果はずるいよな、私も病室に泊まりたかったよ。そうだね、でもまあ、結果はいいんじゃない、だって。2回戦の相手、メリアだし。正直、想定外続き、1回戦も全員がすんなりと勝ち上がれたわけじゃない。本来のメインプランだった、ご主人の死んだ番称支配使用による勝利、がすでに破綻している。ネルたちが協力してくれてるおかげで今のところご主人も順調ですけど、この2回戦からは鬼門、格上しかいない。はっきり言って、ご主人の優勝する確率は 1% も満たない。それもその 1% もこの短期間の成長にすがる思いで 1%。となればセカンドプラン、サードプランを同時に進行させるしかない。これはお遊戯ではない。二つのプランは私とソフィア、最も優勝確率が高い二人が本気で優勝を狙う、容赦なく。ネルたちには黙っておかないと、ご主人のフォローをするのが専属品、本来の役割を絶対に忘れてはいけないんです。入りますよ、ご主人。あ、入ってくれ、主様は今留守だ。留守？ネル、ご主人はどこに行ったのですか？ミガドルエデン、だよ。正直、もう現時点で私とテルが教えれるオーラ技術は一通り教えたんだ。そうなんですか。でもなんで、ミガドルエデン。せっかちで臆病な主様が一回戦落をしたからね。本来あの試合で実戦結果を得たかったんだけどね。公正、あのオーラ技術をマスターすることで私の計算では天の絵選手と互角にやり合えると思ってるの。だけどオーラ技術に必須なのは実戦経験。主様はそれがあまりにもなさすぎるからね。それでだ。ミガドルエデンに行って、従属と殺し合いをして勝ってこい、と言っておいた。殺し合い、可能なんですか？お前たち専属神は勘違いしている。ミガドルエデンにいる奴全員が主様に好意を持っているわけじゃない。特に、エンニアエデン、から、どうでかエデン、の連中は喜んで殺しに来る。それにちなんでか、でかエデン、からの契約は討伐式だからね。しかもノーコスト、完全実力主義社会。今の主様にはうってつけなんだよ。日にちもある。ちまちま教えるより、実戦で死に物狂いで命の奪い合いをした方が天の絵戦でも勘のいい動きが期待できるというもんだろ。確かに理にかなってますけど。一人で行ったのですか？見た感じ。やっと跳ね出せた。現実世界窮屈だよ。私天使なのに。ねえねえ、スティア様、いつ降りるの？主様が帰ってくるまでかなぁ。誰も側近についてないようですが。私たち契約者が同行したら守る義務が生まれるだろう。それに私とミイエル、スティアはミガドルエデンに戻れない。エテルにはスティアの世話をしてもらわないといけない。テルは今からこの時間を使って帰ってきた後の主様の特訓方針について話し合わなければならない。誰も余裕がないんだよ。では他のヘブンズハートのメンバーを。言っただろう、守る義務が出てくると、主様に関われば主様が死ぬ手前で絶対に助けないとならない。見殺しはできないからね。ネル、その言い方だとご主人が死んでも仕方ないと言ってるように聞こえるのですが。そう言ってるんだよ。主様には、負けたら死ぬ。誰も助けてくれない。という状況で死に物狂いで戦ってもらうんだよ。もちろん、使用人はつける。帰ってくる条件もつけた。だからバカみたいに格上の相手と戦ってボロ雑巾のように負けるというのはありえないから安心しろ。狙いは世界三強程度レベルとの実戦だ。ミガドルエデンにはそのレベルなら腐るほどいるからな。ただしねって言ってるわけではない。大丈夫ですよ、メリア様。ネル様も主様を愛しています。だからこそ心を鬼にしているだけなんですよ。そうですね。ご主人を、信じます。完全には死なないけど、大丈夫かな。これはあれだな。ゲームで例えると、
魔王を倒せ、という目的しかわからない状態でいきなりフィールドに投げ出された RPG ゲームのような気分。いやね、目的も内容も納得したよ。でもだからって情報なしでこれはちょっとないんじゃないのかな、ネルさんや。お困りごとのようですね。あ、ミールまた来たよ。ここ最近来てくださるので私も嬉しいですよ。ネルも困ったものです。せめて最低限の案内くらいはするべきでしょうに。だよね、それでネルから言われてたんだけど、ミアイデンにあるミガドルパレスに向かえ。って聞いたけどどこかわかる。あ、私たち五皇帝連合が会議で使ってる建物ですね。わかりますよ。ミガドルパレスは帝王様の拠点、ミガドルエデンの最高位建設物ですから知らない人はいませんよ。場所を知らない人はかなりいますけど。そっか、ちなみにここってエデンで言うとどのあたりなの？ここはどのエデンにも属していない地ですよ。つまり、全エデンの不可侵領域ってことですね。ミガドルエデンを地図で表すと完全な丸で、時計の数字順で12等分にしたのがミガドルエデンの地図となります。そしてこの地は時計の中心部分、つまりどこにでも行ける場所なんですよ。わかった。じゃあ北北東に進めばいいんだね。待って、方角って。方角は間違いありません。ですが徒歩で行かれるのですか？ああ、主要だからね。略したら意味ないよ。ここからミガドルパレスまで何億光年くらい距離ありますけど。頑張ってくださいね。待って、何億光年、1光年って大体何キロだったっけ？ 9.5 兆キロですね。無理だし、移動だけで何万年以上かかるわ。というか広。なんでそんな無駄に広いの？だって、帝王様は自覚ないと思いますが、帝王様のポテンシャルは自動的に日々無限に近いレベルで上がっていってるのです。つまり、それだけ毎日帝王様の力の象徴であるミガドルエデンの住民が毎日増えるということ、なら必然的に土地も毎日数万から数億光年は伸びてますよ。ポテンシャルはすごいのに今の俺弱くてごめんね。ミール、移動お願いできる。はい、お任せあれ。便利そうで不便な世界だな。広すぎて移動系能力を持っていない安い移動手段のエデン。では行きますね。すご、お城じゃん。お城ですよ。ここの城主はメリアとなります。俺の城とかあるの？帝王様は世界の主ですよ。従属含め全ての建設物が帝王様のものです。権力がエグすぎる。それでここにネルの言っていた使用人がいるのか？そうですね。あとはあの子でどうにかなると思いますので私は失礼いたしますね。さて、あの子がどの子かわからないし、歩いてみるか。動かないでください。主様なら不潔な状態でミガドルパレスに入らないでください。何すんのさ。ってあれ、いない？お帰りなさいませ、ご主人様。メイド。初めて見た。で、さっきのなかったことにはならないからね。出て早々なんでスプレーかけるのさ。浄化スプレーと香水ですね。ご主人様がお主人様でしたから。お主人様って何さ、ダルジとかも出るから言われたし、この世界は俺を罵倒する用語でも考えてるのか。お話はネル姉様から存じております。私が短い時間ですが弱主様の使用人を務めます、セラ、と申します。お見知りおきを。弱主様。また新たな罵倒用語。ってあれ、ネル姉様ってことは妹なの？はい、ネル、ベル、シン、ノラ、セラ、この5人は、ミアイデン生まれの正真正銘の5人姉妹になります。姉様全員世界から、ヘブンズハート、に選ばれたのに私はまだ選ばれていない。落ちこぼれです。そうだったんだ。それでは王室に向かいましょう。時間がありませんので、詳細を説明いたします。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。